牧野選手はピッチ内である行動を取ることで一躍話題となりました。それは彼が先発出場を果たした際、チームメートとの円陣が終わり、自分のポジションにつくといつも決まった行動を取るのです。何かをつぶやきながら両手をグーパーグーパーと繰り返す。その後に右手で胸を2回叩き、その手をそっと胸に添える。そして左手の手のひらをじっと見つめた後、左手の手首を口元に持っていき、最後には右手の手のひらを見つめる。この変わった行為は一体何なのだろうと。これは日本だけではなく、アジアチャンピオンズリーグの舞台でも同様に取り入れては、多くの人々に注目を浴びてしまった牧野選手ですが、そんな彼も意図があってこの行動をとっているのです。必ず相手に勝てる。自分の方が強い。そんなことを自分に言い聞かせながら、自分が一番いいパフォーマンスで、一番いい状態で臨めるよう、自分に自己暗示をかけていると彼は言いました。